ピリシラのアロハチャンネルにようこそ。アロハ、ピリシラです。今週の夜からカリカリダイエット始めます。ギリシャヨーグルトを自家製で作っています。ブレックファースト、ギリシャヨーグルト、パイナップル、ブルーベリー、スモモ、ブラックコーヒー、イヌリンとゼラチンを入れています。ホエイ、ホエイはギリシャヨーグルトを作る時の副産物です。和食中心のランチ、主食にオートミールを選んでいます。オートミールの上に納豆や温泉卵を乗せています。深入りの野菜、ブロッコリースプラウト、塩麹をまぶしたサラダチキン。サラダチキンはまとめて低温調理しています。いただき物のトウモロコシ、妖精ちゃんとシェア。飲み物は炭酸水。サラダチキンは58度で9時間の低温調理です。スイカ、ディナー。本日の夜からカリカリダイエットを開始します。いただきます。プロテイングラノーラ 60g、 無脂肪牛乳 200ml。 プロテイングラノーラはトップバリューのものです。シリアルはダイエットのためにあえて避けていたので、久々に食べるととても美味しいです。マルチビタミンミネラルを摂ります。期間は2週間限定で週2回から7回です。ホームベーカリーで全粒粉パンを焼いています。全粒粉パン、ブラックコーヒー、温泉卵、塩コショウしています。ギリシャヨーグルト、ブルーベリーと蜂蜜をかけました。妖精ちゃんと一緒のお休みの朝。妖精ちゃんのヨーグルトはアーモンドがいっぱい。ランチ、サバの炊き込みご飯、玄米で作っています。お味噌汁、低温調理のサラダチキン、塩麹味です。キャロットラペ、肉野菜炒め。飲み物は麦茶です。サラチキンの味変にカレーパウダーをかけてみました。デザートのスイカです。子供時代を思い出すスイカ。カリカリダイエット2日目です。カリカリダイエットは猫ちゃんのようにカリカリしたグラノーラを食べること。トップバリューのプロテイングラノーラが限定です。それ以外のシリアルはすべて却下です。かけるものは無脂肪牛乳か低脂肪牛乳です。最後にマルチビタミンを飲みます。結果発表最後にやります。ブレックファースト、おからシフォンを作りました。ココア味です。ブラックコーヒー、ホエイにミチョ、ザクロ味を入れています。栄養成分バッチリのおからシフォンです。平日の午前中はカーブスに通っています。カーブスはマシン12台とステップ板12枚があり、サーキットトレーニングとなっております。プリシラチャマは今年の8月で丸5年通っていることになります。カーブスの良いところは1ヶ月に1回身体測定があることです。月初めの身体測定が気になって体重を意識することができます。カーブスは生活の一部になっています。カリカリダイエット3日目です。家族には普通の食事を作って、私だけグラノーラをいただいています。妖精ちゃんは BMI18 以下の痩せ型なので、ダイエットをする必要がありません。
私はこのダイエット美味しいので続けられそうです。ブレックファースト、オーバーナイトオーツの上にギリシャヨーグルトを乗せています。ブルーベリー、シナモン、蜂蜜をかけて。飲み物はブラックコーヒー。冬に入ってステップ台を復活しました。和食中心のランチ、玄米に温泉卵を乗せました。お味噌汁、サラダチキンは低温調理で醤油麹につけて作りました。サラダチキン界の中で醤油麹漬けが一番美味しかったです。飲み物は麦茶、おやつにトウモロコシを食べました。カリカリダイエット4日目、プロテイングラノーラ、無脂肪牛乳、妖精ちゃん用のご飯は別メニューで作ってあります。簡単にできるおから抹茶ケーキ、材料をチーズのタッパーに入れ、ダマがないようによくかき混ぜます。電子レンジで500ワットで3分加熱でできます。ブレックファースト、おから抹茶ケーキ、豆乳入りのコーヒー。見た目がちょっとへこんでしまったのですが、ふわふわの仕上がりでした。血糖値が上がりにくいもので作られています。愛用している1キロのダンベルが軽すぎて2キロのダンベルを購入しました。ちょっと洋風のランチ、本日は玄米の上にコーン入りドライカレーをかけています。卵スープ、付け合わせの野菜は冷蔵庫の中に作り置きしています。簡単に並べればさっと出来上がります。満足度の高いランチでした。炭酸水の中にビタミン C の顆粒を入れました。ディナー、カリカリダイエット5日目です。だいぶこの夕食に慣れてきました。初日の夜はかなりお腹が空きましたが、3日目くらいから平気になりました。ブレックファースト、全粒粉パン、ブラックコーヒー、温泉卵、ブラックペッパーをかけています。ギリシャヨーグルト、ヨーグルトの上にはブルーベリー。ランチ、ドライカレーの中にコーンが入っています。卵スープ、ブロッコリー、ナスの煮浸し、キュウリの浅漬け、カクテキ、スモモ。飲み物はビタミン C 炭酸水。カリカリダイエット6日目です。プロテイングラノーラ、無脂肪牛乳、妖精ちゃんのご飯はこちらです。和食中心の朝食です。オートミールを米化したものに納豆などをかけています。なめこ汁、塩麹で漬けたきゅうりの漬物、低温調理の温泉卵、ギリシャヨーグルトにブルーベリーと蜂蜜をかけています。食後のブラックコーヒー。ランチ、玄米、卵トマトスープ、きゅうりの塩麹漬け、厚揚げ、豚肉、たけのこの煮込み。飲み物は緑茶です。カリカリダイエット7日目、いつものようにプロテイングラノーラと無脂肪牛乳です。1週間、結果発表。体重マイナス 1.2キロ、体脂肪マイナス 0.6%。 最後までご覧いただきありがとうございます。カリカリダイエットは2週間続けます。
2回から OK です。自分の体調に合わせて2回からと緩めになっています。マハロー。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。